私の霊に忠実でありなさい。その時あなた方は岩を砕く私の力とまた栄光を見るであろうと称されます。この全世界において困難な状況が続く中で、この一人一人祈りの土台を強めておきなさいと称されます。印ではなく私の言葉を求め、また私の言葉に信頼し、しっかりと立ち進んでいきなさいと称されます。私はそれを喜ぶとともに、またその信仰の歩みを通して私の計画は大きく全世界に広がっていく。さらにこれから福音宣教が進められていきますが、特に聖書と祈りの土台を強め、この見分けという事柄を求めておきなさいと誓います。私のなす一つ一つの恵みと祝福にあなたとは感謝をなし賛美をしていきなさい。また私が許すいろいろな問題と困難にあなたとは感謝をし賛美をしていきなさい。その時私はあなた方のうちに強く働き、さらにあなた方を通して私の計画と奇跡を豊かに表していく。さらにこの21世紀における通路を用いての福音宣教というのがこの進められていきますが、その中でもこの見分けというのは重要になり、瞬時に見分けなければならず、そして対応しなければならないことも増えてくるので、この教会として各部門として各個人としてこの見分けのためには熱心になっておきなさいと誓います。それでは再び賛数と共にいきたいと思います。ありがとうございます。また特別賛美を感謝します。またセミナーをありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。ヤコブの手紙の1章2節を開いてください。もうちょっとこっち。はい、出してください。消えちゃった。じゃあ聖書をお読みいたします。いいかな。あ、出たね。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭う時はそれをこの上もない喜びと思いなさい。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで獄中からの賛美を書いたことで世界的に有名なマーリン・ケドナルさんが何回も私たちの教会に来てくださったんですがですね、最初に来た時にですね、国分寺に教会ありましたけども、そちらに向かう電車の中でですね、一番最初に言ったことがね、アメリカでも10年以内に迫害が始まるとおっしゃったんですね。で、私は預言者だけどとおっしゃってですね、非常にそれが印象に残っていて、まさにいろんな問題が起こってきたなと、こういうふうに思います。そして今回、大統領選を見ていてですね、一つ感じるのはね、トランプが勝つべきであると、こういうふうに私は感じます。
しかしね、トランプが勝つかどうかは分からないなと思ってたんですね。まあ、まだ状況は分かりませんけれども、それはどうしてなのかというとですね、再臨が近づいてますよね。もう反キリストの不法の秘密は働いてるわけですよね。そうしますとですね、時を考えますとね、バイデンの方が勝つことによってですね、より再臨が近づいていることの一つの現れがそこに出ているのではないかと、こういうふうに感じます。まあ、いろいろこれから起こってくるでしょうけどもですね、時代が大きく変化しているということを覚え進みておいてください。それとともにですね、反キリストとかいろんな問題が起こってくるとともに、神のリバイバルの技が日本の教会においてもね、大きく起こってくるんですね。で、その中でこれはワイの時のリバイバルの働きですけどもですね、その一つの印みたいなものは私たちの教会にもいくつか起こってるんですね。で、それでちょっと考えてみたいと思うんですが、一つはですね、我々の教会はもう賛美が非常に下手な教会だったんですね。ところがある時ガラッと変わったんですね。どう変わったのかっていうとですね、神の言葉が来たからですね。で、その神の言葉は何と言ったのかっていうとですね、賛美隊を立てるという言葉が来たんですね。そしてですね、その賛美隊を立てるっていうことに関して2つの方向で神様が語られました。一つは白馬で賛美隊を立てるとおっしゃったんですね。そしたらそれ以降白馬がですね、賛美の働きの中心になって、白馬賛美大会がありますよね。それを中心にね、ぐんぐん各賛美チームの実力が上がってきたんですね。これが一つだったんですね。それともう一つはですね、シナイ山で礼拝をしなさいと、その時賛美隊を立てるって言ったんですね。それで神から来たというふうに確信したのでですね、そして我々はね、シナイ山に登っていったんですね。百何十人ぐらい登ってきましたね。それにいた人はかなりいらっしゃいますよね。で、それも、キーボードを担いだり、それから角笛を担いだり、ギターを担いだり、ある方はね、ラクダに乗って怒っちゃった人もいましたけども、実際ですね、ともあれ怪我なく死者なくですね、無事にね着いたんですね、シナイ山の山頂にね。そしてもうみんな疲れ果てているんですが、主を礼拝したんですね。そしたらね、今までにないことが起こりました。非常に強い臨在が覆ってきたんですね。こんなことを体験したことがありませんね。でね、みんな泣き出したんですね。心に触れましたね。で、まさに主が私たち一人々に触れたんですね。でね、そこから変わったんです。で、その時にですね、シナイ山から降りて、その日の夜ですね、エイラートで集会を行いました。野外でやったんですね。そしてね、私たちが賛美してたんですね。上手い人が賛美してるんじゃないですね、回収賛美だったんですね。その野外でやってる賛美の横をね、ヨーロッパ人の人たちが何人か通りました。クリスチャンでしたね。ちょっと見てたんですね。彼らが泣き出した。そしてですね、そのチームの時に何度も同じことが起こりました。驚いたのは、お昼ご飯の時にユダヤ人のグループと一緒になったんですね。そして仲良くなって、お昼の歌を一緒に歌おうって歌い始めたんですね。そしてそのユダヤ人たちが泣き出した。それでね、そこからね、大きく変わってきました。主の時が来て、主の特別な注ぎかけが出てきたっていうことを思います。これはですね、このリバイバルにおける神様の働きの一つの型であるというふうに私は感じておりますし、リバイバルにつながっておき、さらにそれを開く大きなポイントであると、こういうふうに感じてるんですね。まあ、それが一つ。それともう一つはですね、教会が、国分で始まった時に主がこう言われたんですね。何と言われたのかっていうとですね、1年間伝道するなっていう言われたんですね。で、伝道すべきなんですよ。いいですか。で、私は伝道の専門家でした。キャンパススクール制度のね、命の何とかっていう先生もやったんですね。具体的にですね、で、個人伝道が中心だったんですけども、でもね、主はね、1年間伝道ストップしなさい
言われたんですね。でストップしちゃいけないんですよ。いいですか。神様は時が良くても悪くてもやれって言ってるんですが、それは特殊な事柄を示すための主の特別な導きだったんですね。でそれでストップしたんですね。そしてね、教会はねスタートの時にお祝いで来る人もいて20名いた。次に18名になって、次に16名になって、15名になって、14名になって、ずっと人数が下っていきました。そしてですね、14名が最低だったんですが、そこに下げ止まりしたんですね。でそんな時にね、私の母親がね祈ってくれてたんですね。それは何て祈ってたのかって、教会 が大きくなるようにって一生懸命祈ってたんですって。そしたらね、夢でイエス様に言われたっていうんですね。何て言われたのかっていうと、一つは声が大きい、まあ、よっぽど強く言ってくれたんでしょうね。それからもう一つはですね、今耕しているところで、耕しが終わったら神様は人々を連れてくる、こうおっしゃったんですね。で私もですね夢見たんですね。で私は伝道の専門家ですけれども、こんなことありえないんですね。それは何かというと、ある時教会行くと2倍になってる。そしてある時教会行くとね、やっぱりねバーンと3分の1ぐらい増えてる。それがね3回ぐらい続くんですね。でその時に私主に言われたんですね。このように神様が人々を救ってくる。そしてこういうことはありえない。でお友達を連れてきて一人救われたとか二人救われたとか、こういうことはありますが、突如いろんなところから人々がバンって2倍になっちゃうとかね、3分の1増えるとか、そういうことはありえないんですね。でそうしましたらね、お盆の前の日、前の週、14名で祭典になったんですね。で祭典になって、その時にですね、みんな教会の人たちが言ってくるんですね。来週教理に帰るのはね来れません。そんなこと言わなくていいと思ったんですね。がっかりするから。そしたらみんな言ってくるんですね。そしてね、言ってる人を集めてたらね、もうね一桁の数しか来ないと。で私ねがっかりしちゃったんですね、具体的にね。そして思いました。もうこれは確実にね最低になるなと、最悪になるぞと、こういうふうに思ったんですね。それでね、その週ね非常に強くね聖霊様を望んだんですね。そしてね、悔い改めの祈りに導かれました。そしてね、そのお盆の日に来てみたら、あっちからもこっちからも人が来るんですよ。みんな一緒に来たんじゃなくてね、いろんな方向から、あれってこんなの見たことないと思いましたね。で14名が最高で20名が最高、14名が最低で20名が最高だったんですが、なんとその日にはですね、ほぼ2倍の27名だから、私が見たですね、行ったら2倍になってたって本当になってたんですよ。で私はね、これはまぐれだなと思ったんですよ。偶然の一致だなと思ったんです。ところがね、そのラインでね変わらず続いたんですね。そしたらね、それから 1,2 ヶ月経ってね、教会行ってみてびっくりしたんですね。3分の1増えてる。10名ぐらいねバッとやってきた。そしてもう一回ね10名ぐらいやってきた時だったんですね。そしてですね、その時はですね1年経って40数名になってました。で一つ感じるのはですね、伝道を止めなさいって言って止めたでしょ。でその時にですね、主が働かれたんですが、伝道をこうやってああやってこうやると、こんだけの人が来て、こんだけの人たちが救われて、こういうふうに教会は成長していくっていう、そういう理論が頭にありましたのでですね、人間的に力に頼ってたんですが、その時にですね、主が言われたのは、伝道するの、教会を立て上げるのは主であると、私であるということをね、はっきりと示され、それとともにですね、一気にボンボンっていくような形の教会成長っていうのは聞いたことない。でもですね、リバイバルの働きの中で主がそのことをね、そのような形で技をなされるんじゃないかっていうことをね、非常に強く思ってますし、それは一つ主がリバイバルの時に表す事柄の型を表してくださっているかなと、
こういうふうに思います。たくさんの技は皆さんを通して表されますし、救いが表されていくときにですね、一つ言えるのはね、それは神である。で、神が具体的に働いてくださって、その神を崇めつつ歩んでいくっていうのは重要なポイントを持っているっていうことをね、覚えておいてください。それで殉教生会のビデオがありますんで、それを見ていき、こういうふうに思います。あなたは喜んで許して死んでいくことができますか。1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26世人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。最後この西坂の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できた。でこの26世紀を通して何が表されたのかというとですね、26世紀人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世紀に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫、リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26世人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫、リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。主イエスと共に蘇った上にあるものを求め続けよう。2月5日に殉教生会が行われます。西坂でですね、長崎の夜の集会はですね、コロナの影響もあってですね、機材を移動したり設営する時間が非常に足りないんですね。それで今回は、中止という形になって、2時からの集会だけを行うことになります。また緊急事態宣言が出ているので、カトリックはやめたみたいですね。ただまあ我々はやるというような形になります。
一応あの300人という人数制限があるんですが、一応長崎市との話し合いで200人になったのかな。それで、今160か70ぐらい予約してきているというような状況です。もちろんあの立ち席だったらね、別にもうちょっと入っても大丈夫なわけですけどもですね。でどうぞ皆さん重荷を感じた人はいらっしゃってください。また来れない方々のためにですね、インターネットで同時中継をいたしますので、どうぞあのそれを見てね、共に心を合わせていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで私も、80カ国行ってるのかな。それから日本国中行ってるんですね。あっちこっち行ってるんですね。そうするとね、なんかちょっとおかしくなってきたんですね。何がおかしくなったのかというと、例えばニューヨークとかね、パリとかね、あるいはイスラエルとか、距離感感じないんですよね。例えばここから出て、そこはニューヨークの街角であってもね、あ、なんだそんなもんかみたいな感じでですね、近所に行ってるのとあんまり変わらない感じになってきたんですね。それでね、天国とあんまり距離感感じないんですよね。それでこれは私が個人的に勝手に思い込んでることですけどもですね、我々がですね、西坂で共に心を合わせて主を崇めるときにですね、天の聖徒です。それから私たちの仲間でね、先に天に行った人たちで共にね、心を合わせてるっていう勝手な感じがするわけですね。すごくですね、もちろんそれは感じであったとしても、彼らもそう思っていることは確かなことからですよね。でその時にですね、天における彼らと共に主を崇めているっていう特別ななんか感覚を私は持つんですね。でまたそれは事実かもしれません、具体的にね。それとともにですね、一つ感じることがあるんですね。何かというとですね、殉教者たちがたくさん出てるんですね。で殉教者の血の報いっていうのはリバイバルなんです。日本で起こってないんですよね。たくさんの生徒たちがね、福音を述べ伝えようとして述べ伝えていったわけですが、救いがほとんど起こってないんですね。しかしね、この世の終わりには大きなことが起こるということをね、主は語っておられます。ですからそこにこの多くの心がね、向いているってことを感じますし、そしてそれを具体的に言うのは我々なんですね。ですからね、それに対するね、彼らの思いっていうのは非常に強いと、こういうふうに感じるんですね。それで2月5日、こちらの2時から始めますのでね、ちょっと重荷を持たれた方いらっしゃってください。それで、白馬スノーキャンプの映像がありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。皆さんを通して神の技が表されていきます。どなたでも参加できるセミナーですから、ぜひ参加してください。
leap for joy when you are hungry. Yes, Lord, leap for joy, leap for joy. このキャンプではこの時代の宣教の働きに大きく用いられていく映像、IT、SNS、AI などを学ぶことのできるセミナーが持たれます。どなたでも参加できますのでぜひご参加ください。神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。で、ふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね、信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。ぬるごいキャンプ、キリストにある道路者として共に立ち上がりましょう。アメリカ大統領選挙のことを考えてみますとですね、神様はね、トランプを選ぶと思うんですよね。というのはトランプの方に義があるから。でもね、バイデンは選んだんですね。で、それを見て一つ分かるのはですね、もちろんこちらも予想してるわけですね。そうなるんじゃないか。なぜかというと再臨が近いからですね。トランプが立つと再任が遅れる。そしていろんな迫害の動きっていうのも再任が近いことの印だなというふうに思いますが、それは同時にですね、この終わりの時のリバイバルの中心がね、大きく現れる一つの確認証拠であると、こういうふうに感じるんですね。で、その中でちょっと感じることがあるんですね。それはライホルト・ボンケとかキャザリン・クルマンとかオーラン・ロバーツとか、マーリン・キャロラーズ氏もそうですけども、カリスマのね、中心的な器がね、みんな手に散った。で、次が現れてない。しかしね、神様はですね、我々の中から多くの人たちをね、選んでいくということを思いますし、また同時にですね、ラインホルト・ボンケを通して表された主の技を見るときにね、とてもとてもかなわないと、こう思うわけですよね。しかしね、
それはライホルト・ボンケがやったんじゃなくて神がやったので、もし私たちに皆さんに神が望んだとしたならば、同じこと、あるいはそれ以上のことが起こってくるということをね、感じるんですよね。そしてね、世代交代がね、今起こってきている。で、何の世代交代かというと、この終わりの時の大きな刈り取りのね、技が起こり始めるためのその大きなポイントが表されてきているということをね、感じるんですね。で、マーリンさんはですね、最後に私たちに残した言葉があるんですね。それは一人が100万人を救いますって言ったんですね。で、皆さんの中で100万人救われる人が出てくるでしょう。で、私もね、そういうふうに信じてますけどね。で、その時にそんなバカなことが起こるわけないと、こういうふうに思うかもしれません。しかし起こるんです。どうして起こるのかっていうとね、神様を起こせるんです。そして今神様はそちらの方向に向かってるんですね。確かに多くの問題が起こってきていますが、しかしそれはですね、多くの人たちに主を見させるためであり、主の救いが広がるためであり、主の国が来るその備えなのですね。特別なことが起こってきているということをね、覚えておいてください。で、そのポイントとなるキャンプがこのスネルゴイキャンプなのでね、ぜひ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思うのですね。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭う時はそれをこの上もない喜びと思いなさいって、こう書いてあります。脊柱管狭窄症の時に、大体ね、30メートルぐらいしか歩けなかったんですね。30メートル歩いて、私ですよ、止まる。30メートル歩いて止まると。そしたらですね、その脊柱管狭窄症の手術をやったら歩けるようになったんですね。どのぐらい歩けるようになったのか、100メートルぐらい。100メートルぐらい行ったら座り、100メートルぐらい行ったら座りなんですね。それでね、昨日ちょっと気がついたんですね。今はね、20分ぐらい歩ける、ずっと歩けるその辺一回りね。おお、これ治ってきてるなと思ってですね。私はパーキンソン病という不治の病で、誰も同情してくれませんけどもですね、治らない病ですけども、主は治してくださってるんですね。それでね、そのあららが明確に出ています。だから注意深く見てる人はね、私の動き方がね、ちょっと違ってきてるぞっていうのは分かってきてると思うんですね。具体的に主の手が働いてるんですね。で、この時にね、知っとかないといけないんですね。それはね、ノンクリスチャンとクリスチャンの違い。ノンクリスチャンもクリスチャンも愛されてますね。まあ我々ほど愛されてるものはいないのです。しかしね、ノンクリスチャンは十字架を信じてません。罪の案はされてないのです。だからその愛も神様が与えようとしている祝福も届かないのです。しかし私たちは罪を悔い改めてイエス様の十字架と復活を信じてます。全く罪が許されてるんですね。そうなりますとどういうことになるかというとですね、天におけるあらゆる祝福が私たちに来るのです。ですから皆さんの中でね、罪で悩んでいる人はいるかもしれませんが、しかしね、主の前にはね、全く罪がないものとして見なされており、私たちは罪人ですけれども、罪の罰は十字架の上に置かれてしまったので、私たちになって、で、罪を一回も犯さなかった者たちの祝福が私たちに来ると、こういうふうに思っていただきたいと思うんですね。その祝福はですね、どういう形で来るかというとですね、良いことを通していきますし、悪いことを通してくるのです。で、このことからでですね、多くのクリスチャンの意見が分かれます。どう分かれるのかというと、ある方々はですね、悪いことを祝福と見ないのです。でもね、明らかにあらゆることを通して祝福したって書いてあるんですね。そしてね、聖書の言葉を見ますとね、はっきり出てるわけですね。感謝しなさいでしょ、すべてのことを。これは何かっていうと、すべてのことをね、痛みがあってマイナスであっても無理やりに感謝しろって言ってるんじゃないんですね。これはその後ろに神の素晴らしい計画があって、
素晴らしい祝福となるんですよ。つまりどういうことになるかというと、我々は良いことを通して祝福を受けたんですが、悪いことを通しても祝福を受けたのです。もうこんなことがあってですね、私は一生この重荷を背負っていかなければならないってノンクシは思うかもしれません。しかし聖書はそんなこと言ってないんですね。全てのことを働かせて益としてくださるって書いてあるんですね。それで追い詰められてね、私の助けは何もないと思っている人がいるかもしれません。しかし聖書はですね、皆に頼るものは失望しないって言ってるんですね。そうしますとね、二通りの対応が出るわけですね。それは何かっていうと、困難とか問題において非常に悩む方と、その中において主の勝利を見るクリスチャンと、二通り出てくるわけです。じゃあそれはどこが違うのかっていうとですね、これは信仰を用いているのか用いていないのか、自分の肉の目で見ているのか見ていないのか、この差です。信仰を用いるときに何が起こるかっていうとですね、問題とか困難における神の技が起こってくるんです。素晴らしい祝福が起こってくるということですね。どうぞ覚えておいてください。それで、私はですね、クリスチャンになった後病気になって、まあ、いろんな困難の中に入りました。牧師が言ってました。この教会の中であなたが一番苦しんでいる、困難である、こうおっしゃったんですね。まあ、命が続くかどうか分かりませんでしたし、続いたとしても普通には生きていけないと、そういうような形になっていましたし、いろんな妨害があったんですね。でもね、私は、ね、主をあがめるんですね。それは何かというとですね、全て解決したのです。全て益となったのです。今第2波が来てますけどもですね、しかしこれもね、全て益となります。どうして？神がいらっしゃるから。神は皆さんを愛しているように私を愛しています。そして神はですね、良いことを通しての祝福を与えるとともに、悪いことを通しての祝福を与えてくださいます。ですから悪いことを通してね、神の栄光が表されることをね、私は知ってるのです。その恵みが現れるのを知ってるのです。皆さんにもそれが現れるのは知ってるのです。どうして知ってるのか？神がいらっしゃるから。どうして知ってるのか？御言葉にそうあるから。私たちの時代にはですね、力道団でいたんですね。レスリングの選手でね、そしてね、レスリングをやるんですけども、力道団を見てて面白いのはね、いつも勝つこと。どうなるかというとですね、アメリカ人かなんかの悪人レスラーが来るわけですね。それ、噛みついたりね、いろいろ力道団に反則するわけです。力道団は正義を行うわけですよね。で、耐えて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 やるんですが、最後に怒っちゃうわけですね。それでね、怒ってね、その悪人レスラーをですね、腕つかまえてこうやってブーってってバーンってロープにやるわけですね。でロープから跳ね返ってきたね、悪人レスラーをですね、こうやってね、空手チョップでね、バーンってやるとね、ダーンってって伸びちゃう。でね、必ず勝つんです。負けるときはね、反則が負け、反則されてね、ひっくり返ってるかなんかの時だけで必ず勝つんですね。私ね、もう熱狂しましたね、力道団に。そしたらね、あれお芝居なんですね。でもよく考えてみると、そんな勝つわけない。そうですね、勝つこともあれば負けることもあるのがスポーツの世界ですよね、具体的に。ところが皆さんね、神は勝つんです。神は勝つんです。で、私はね、そんなうまい話じゃないと思ってましたね。しかしね、御言葉にはそうあるんですよね。だって全てのことは益になって書いてあるでしょ。皆さんの聖書に違うこと書いてありますか？書いてないでしょ。具体的にね、感謝しなさいって書いてあるでしょ。皆さんの聖書に違うこと書いてありますか？書いてないでしょ。皆に頼るものは失望することはないって書いてありますね。これは全てのことについて言っているのですね。つまり私たちはですね、勝利を取るんですね。で、勝利を取るときにね、一つ重要なポイントがあります。何を、まあ、重要なのかというとですね、神の言葉に立つ。例えば感謝だったら感謝をする。そうするとね、感謝できないことやなんかいろいろ起こったりなんかします。で、その中でね、多くの人たちはね、感謝をやめていく。
全ては益となるという言葉がありますけれども、現実的な問題を見るとね、ひっくり返っちゃう、そうならないんじゃないかって言ってきたりなんです。そしてね、そこから離れちゃう、つまり神の言葉に立ち続けることをしないのです。で、神の言葉に立つときに何が起こるかっていうとですね、神の言葉を主が実現するのです。栄光を荒らすのです。祝福を荒らすのです。私は病気になりましたけどもですね、全てが益となりました。まず治っちゃった。それで、その後ね、30年間ね、今第二波だからね、ね、30年間ですね、病気で一度も病院に行ったことがありません。行ったのは歯医者だけ。そして80カ国行きました。そしたらですね、井見野さんとかね、長藤君とか体の強い人たちが私と一緒にアメリカ行ったりなんかすると言ってくるんですね。秋元牧師の体力についていけない、私変えられたんですね。それとともにですね、私の妻は治らない精神病でした。癒されちゃった。これ私が癒されたことと大きな関係があります。ベニ君は脳障害で生まれました。癒されちゃった。家族に祝福がいったんですね。それとともにですね、私はいろんなところで癒しの祈りをするようになりました。で、その時にですね、いろんなところで神様はね、技を表してくださることを見るようになったんです。そして、ね、私ね、今思うんですね、あの問題の中にいた時は大変だったけど、これはですね、得したなと。で、私たちはですね、良いことを通して得し祝福を受け、悪いことを通して祝福を受けるのです。で、悪いことでどうしてクリスチャンはよく巻き込まれてですね、翻弄されて苦しみの中に行くのかっていうとですね、信じてないからです。また言葉に信じ続けることをしないからです。神様は聖書を嘘の書とは書いてないのです。全ては益となるね。なことあるかと。あるんです。そして皆に頼るのは失望することはないと。そんなことがあったらですね、警察はいらないと。あるんです、皆さん。それは現実なんですね。それで私たちはですね、その神に求めるときに、そして神の言葉に立つときに、その御言葉の祝福を受けるだけではなくてね、大きなことが私たちを通して表されてくるということをどうぞ覚えておいていただきたいと思います。我々が幸せになることは最低条件です。神様の恵みの、さらに神様はですね、我々を通してね、栄光を表そうとしているんですね。で、その時に誰が栄光を表すか、力の強いものか、頭の良いものか、能力があるものが栄光を表すのか、そうではないのです。弱いものが栄光を表します。どういう弱いものが栄光を表すのかっていうとですね、神を求めるもの、そしてね、御言葉に信頼するもの、信仰に立ち続けるもの、神を崇め続けるものを通して栄光があります。この中でもね、いろんな問題に巻き込まれている方いらっしゃると思いますね。しかし、あなたの問題もすでに主が勝利を取っています。それで皆さん、主のところに行くならば、それでですね、主の御言葉に立つならば、皆さんは大きな勝利を見ます。こんなことはこの裏側にあったのかと思うほどの栄光を見ます。多くのことをすでにね、多くの方は見てきていますね。まだ見てない方もいらっしゃるし、このことに関しては見てないという方もいらっしゃるでしょう。しかしね、主はそれに勝利を与えようとしているということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人の家に豊かな祝福と恵みを表してください。何か思い違いをしている人がいます。その人はすごく愛されているのに愛されてないと、こういうふうに思い違いをしています。何かかつてあったことが、それが傷となって、それがポイントとなっています。そのことを感謝していきなさい。そのことを通して主をあがめ、称えている中で、神様はですね、その方が愛されていることをはっきりと表してくださり、新しい計画の道を示されます。天の父はどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。何か神様からの祝福を受けた人で、それを語っていく必要がある人がいます。そうすることによって、さらに祝福が広がるとともに、大きな恵みを表されます。一つの方向に踏み出そうとしている方がいらっしゃるんですが、祈りがちょっと足りません。確認をしっかりと持つこと、そして確認がしっかり持て、
確実に御心が確認できたなら動き始めるよ。主はそう言っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず悔い改めの時もしたいと思います。それではお一人お一人癒しのためお祈りください。天のさんはお一人お一人のカード精神に触れ癒しを行い解放をもらってください。イエスキリストの御名によって目指お一人お一人のカード精神から病の出をされ、イエスキリストの御名によって目指お一人お一人のカード精神から病をされ、イエスキリストの御名によってお一人お一人のカード精神から癒されよ、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 癒されよ。頭痛と不眠の方がいらっしゃいました。これが癒されました。喉はちょっと悪い方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。目が悪い方が癒されました。イエスキリストの皆によってお一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。あなたの御業をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち父と共に常しえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。